森林みたいなところでやってみたいですね。行くよ。ん？イエーイ。滑り台。千里ですって言わない。やだ。開けて。開けてごらん。うん？はい。いやだち。面白くない。言いたくない。面白くない。言いたくない。千里です。千里ですって言わない。ユーチューバーデビューします。これ言わない。です。いや言わない。言わない。言わな。ユーチューバーで稼ぐ。DD タップ、あ、いいですね。いや、飲んでる。わあ。まあでもとりあえずこれで雨降っても、そうですね。まあいいかなと思う。頭。うちの色合いの合わんことこの全然。苦戦しております。わい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 。危なくない？いや、凍らせてた。うん。うわ、めっちゃこぼれた。最悪。めちゃめちゃ手についた。初心者あるある。それゆえのその持ちか超こぼれない。しょうがない。めっちゃこぼれた。ああ。初心者があるわけ。ティッシュがいる。ティッシュでこれ、デートカント。あ、くっさ。そりゃそうだ。はい、止めて。いや、しょうがない。大丈夫か。油が染みてないとダメなんやね。いや、最初は体きつい。
で黒くなったのが白くかかってくるらしい、うん、本当は着火マンとかで下から火をつけるらしいけど、うちのが入らんかったっけ。どうしようもない。でこれで火つく。いやまだつかん。どうしよう。ていうか今の勢いやったらそのあれでもつくんじゃないか。うわあぶね、怖怖すぎ。難しいこれ。破けたらダメだ。ダメ。破けとる。破けたらダメだ。うん。一回切るよ。うん。いきなり爆発したりしないから。よくね、やっと火がついた。すごい。やっと明るいな。どう？めっちゃ明るい。撮るとこんな感じ。もう光の玉。着いたよ。やっと着いた。
ちゃろ、はい、今ね、このこれが二重になってるんですよ、土込みちゃろ、この下に二重コードだけ、はい、いわゆる、はい、ナットを引いて、はい、そしたらまた寝心地が良くて、冬だったらやっぱり寒いけ、ここになんかこう覆うようなものがあるらしいんですよね。それでプラス寝袋に入る。いや、これはいいですね。あったかい。よかったね。なんか、いや、これいい。パパデビューします。これめちゃめちゃいい。よかったね。岡君、タープハートデビューします。タープの下やったら四つでもかかる心配ないし。そうなんですよね。すげえ。ちょっとこれ夜の暗いので、うん、なかなかこう分からんっていうのが、どうかな。どうしてんの奥さん、お酒飲むの？飲む。飲む？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 うちももうそんな感じですよ。家では飲まんもんね。家では陽明酒ですね。陽明酒急に。うちも飲むよ。乾杯しましょう。乾杯するよ。はい、乾杯。はい、じいちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。はい。はい、じゃあ、届か。はい、はい、はい。はい、はい。うまい、美味しい。いいね。美味しいね。うちはどんな料理するの？キャンプだと。焼き肉だね。うん、うん。肉やね。うん。一応準備もしてきてる。いるんだけど。こっちで買ってくると？来る前、いや、もう前の日に下ごしらえ全部します、うん、あ、来て焼くだけの状態で、うん、もうね、ここで生ゴミが出るのが嫌なんで、ナレットってすごいよね、やっぱり全部準備満タンやな、ほんともう通訳すごいね、もうこっちに来てやるのがめんどくさくて、うんうん、もう最低限のことしかせんでいいように作ってくれるね、すごいね、少し巻きますけど、うん、もう慣れておけばやっぱりこれ多分チーズの感じ、あ、チーズ美味しそうやね、マッシュポテト食べたい、ブルーガニチーズポテト醤油じゃないね、トグランだよね、やっぱりね、あ、ほんと水餃子ですよ、1個30円とかなんですよ、水餃子、水餃子で思い出したら台湾のも美味しかったよね、うん、台湾も美味しい、なんか3回か4回おかわりした記憶があるよね、多分あのコア持ってるおちゃん、こいつらよく売れちゃう思ってたはず。これまだいろいろ種類があるんですよ、ブルーベリーはヨーグルト買ってきてるんで、うん、ヨーグルト好きで食べた方がいいと思います、うん、スイーツ系のがあるんですよ、うん、で、チョコレートはアイスクリームを持ってきてるんで、アイスクリームと一緒に食べましょう、デザート系多分それが美味しいと思います。ヒロシとはさ、真逆の方行きますですかね。だけど普段はここまでしないですよ。簡潔にね。こっちなんかまだ人を持てるんだけど、脳を持ってないから。いやいやいや。味付きの肉を買ってきて。焼くだけ。もやしと一緒に。あとウインナー。だけどそこまで。なんか入って。無駄口をするほどのまだ力を覚えないんです。いやいやいや。うちもでもあれですよ、やる気がないとき、やる気がなくて、ただちょっと外に行きたいっていうときは、前の日はレトルトカレー、次の朝カップラーメンとか、うちも持ってきて朝ごはん総称やカップラーメンが一番朝ごはん、カップラーメンかカレーにしょっちゅう一応持ってきた、あ、ご飯焦げたんよ、結構夜作ったら、あ、そうなの、メッセージでさ、直火でやったんよ、網線でしたわけさ、もう焦げる難しいさ、網線でしたね、火加減難しいな、うん、今横から出てきよう、うん、仕事で、まな板とかも、あ、いいじゃん、隣に、うん、そういうのを利用するアイデアがすごいよね、もうそういうのに入れてポッと持っていけるっていうのがいい、ね、ただ重たいですよね、だけどそういうアイデアだよね、待って、いや、なんかそういうのが無駄にせんとかさ、活用するってのがすごいよね、いや、それアイデアがすごいよね、なんかそういう思いつくところが、さっきの模様の色大丈夫、チーズ火通った、あ、色は誰なんですか、はい、うちの子が塗ります、じいちゃん、やるねー、お母さん、チーズちょうだい、ないの、待って、大丈夫、チーズ、チーズ子、チーズ子じゃないし
冬だって、はい、冬いいかも。ああですね、冬場は救えない。一応焼き餃子も持ってきちゃおるんですけど。すごいね、ごめんなさい。おいしい、おいしい、すごい美味しいよ、なんか。チーズが一応中に溶けてる。ポン酢が合うかどうか、ちょっと。ポン酢がちょっと微妙、合うかどうか。でもまあ、皮には合うと思う。うん、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 これも中火通っちゃうけん、あの皮が煮えればいいけど、いけるけど、うん、美味しい、美味しいね。ただ本場のと全然違います、うん、本場のはだって私食べたことないもん。もっともちもちしてて、本場のはもう全然。その作り方はなんでネットからまで探した？ネットで見ました。お父さんがね、若い頃来よった。そう、毎週温泉。さっきあのお風呂に入ってきた帰りに、うん、でも変わらんね、全然ね。ですかね。変わらん毎週行って、なんかね、なんかレンガの自分で作ったわけでも、はい、レンガを積み上げて、はい、耐熱、うん、耐火レンガを全部積み上げて、うん、で YouTube で見てたら、うん、なんか煙突みたいなの作って、うん、ロケットストーブでやってる人がいたんで、あ、やっ真似してやってみようと思って、うん、でこれあとしまされて、ちょっと今年中に買ってね。あ、ぜひもう今年中にね、来てください、うん、ああ、それは何？これブルーベリー。ブルーベリー、え、ブルーベリーなんですか。はい、スイーツ系で、あのヨーグルトとあえて食べる。ブルーベリー、あ、ヨーグルト出さないか。あ、出して出して。ブルーベリーは何で、すごいね。向こういちごとかもあるんですよ。いちごが入ってたりとか、生クリームが入ってたりとかするんですよ。あ、いちごなら食べれそう。ブルーベリー無理。なんかこうおかず系とおやつ系があるのが不思議な。一つのその皮だけクリームみたいな感じで、おやつにしてもいいですよね。そうですね、もういろんな。すごいね。なんか奥さん、私たちのバカ人で食べてる、ちゃんと自分は。あ、大丈夫、いただいてます、大丈夫です。あの割とあの味噌盗んでしっかり食べてる。おお、生活保護。ひろこはひろこはひろこは大丈夫な、綺麗だな。いやここまで膨れ上がってる。火止めてくれ。火止めてくれ。そうそう、あのカウチサーフィンでポーランドのお兄さん2人がうちに泊まったことあるんですよ。もうガチムチで入れ墨がっつり入ってました。入れ墨がタトゥー。でもタトゥーを入れるのさ、はい、まあ、そのいわゆる何ていうの、ファッションですね。ファッションというかさ、日本とは違うよね。ヤンキーがちょっと、ヤンキーがなっとるわけだろ。日本のイメージが違う。インテリがそんなに入れ墨、入れるの結構入れてますね。日本のイメージと違うんです。弁護士ですよね、一人で。マジか。なんかこう、あんまり悪い印象がないよね、はい、日本みたいな、うん、まあ、気のいいお兄さんでした、本当に。あの、折り紙でパンダを作ってあげたらすっごい喜んでくれた。で、手裏剣作ってあげたら、あのこの人も含めて3人で慣れて遊んでたので。すごいね、ちっちゃい頃からなんかさ、似た話じゃないんだね。ポーランドも本当面白いですよ。前から私行きたんじゃない。もう、うちに来たそのフランスの人たちが、昔ポーランド住んでたらしくて、でこのコースで一周ぐるっと回ったらいいよって言って、はい、でどこに何泊してって押してくれて、でその通りにも言われた通りにやった。建物がほら古くて結構、ね、昔の船が残ったのよ。はい、あ、新日ですよね、ポーランド。ただあの、すごい注意ではやっぱロシアがもうダントツに、うん、ロシアでもロシアに日本人が行くっていうのはまだまだ
外国からそこまでメジャーじゃないやん、ね、ヨーグルトこれ一番ね世界に今恐ろしい国だ、うん、完全にあのデザート系で、うん、このところお皿一個ね、いやいやいい、あ、いいですもう、ブルーベリーのペーストやん。ポテトチーズチョコはチョコとブルーベリーはまだ冷蔵庫、ご飯の後で分かるスイーツ系